やる気スイッチ僕のはどこにあるんだろう。ということで、ハイチのダラダラジオ第197回でございます。怒られそうだよね、ある方面からということで、今回のテーマはやる気スイッチ僕のはどこにあるんだろうというテーマでいきます。で、あとはちょっとおまけの話が多くって、キャスの話と生放送の話と書き忘れたんだけど、よつこの話をして終わります。行こうかね。まあ、さ、初っ端滑ったのはね、自覚してるからいいよ、許して。で、今回はですね、まあ、相談です。まあ、多い相談なんですけど、まあ、1年かけて多いんですけど、結構やっぱ6月は多くなるところで、やる気が出ないと。やる気ってどうやって出ますかみたいな。難しいよね。できれば俺が教えてほしいと思うところでもあるんですけど、まあ、現状自分が思うことを話します。まずですね、やる気が出ないっていう時はあると思います。これは勉強にしてもそうだし、部活でもそうだと思います。何かを頑張るっていう場面でどうしてもやる気が出ないっていうのはあると思うんですけど、大前提として、なんでやる気が出ないのかなっていうところを考えてあげるといいです。どういうことかっていうと、単純に体が疲れてるだけっていうことも大いにあるわけ。学生っていうのはみんなが思ってる以上に忙しいんだよね。そう。やっぱり学生やってる時ってそんなに思わないんだけど、振り返ったら忙しいんだよ結構、学生って。で、やることが多いし、で、心理的なストレスがかかってるから、いろんなところで。だから、単純に、まあ、体、心身と、わかんないよ。体の方なのか心の方なのかわからないけど、どっちかが疲れてるかもしれない。その時はやる気が出ないっていうよりも、まず休息だよね。体を休めなきゃいけない。心を休めなきゃいけないのかもしれないから、まあそれがやる気スイッチが出ない。やる気が出ないっていうところの原因かもしれない。あとは単純に、じゃそうじゃないと言った時ね。単純にそうじゃなかった場合どうするか。で、これはですね、もちろん解決策はいろいろあると思います。これは、ね、多分、答え、これっていうベストな答えはないからさ。ただ自分がよく生徒にやらせてたのは、この勉強、まあ勉強ちょっと今回例えていくけどさ、勉強の話だからね、一応。この勉強頑張ったら、どういう風になれるの自分っていう、いい未来を想像できてるっていうところが大事なのね。まあ、例えばさ、マラソンをするじゃないですか、みんな。まあ、マラソン好きな人嫌い人いると思うんだけど、俺大嫌いなんだけど、マラソンさ。マラソンするときに、ゴールがさ、見えなかったら、ここでゴールだよってなかったら、走るの辛くない？ずーっと走っていくのって。例えば、あと何キロ先にゴールですよって言ったら、やる気が出るじゃないですか。そこまででいけるんだっていう。で、それと少し感覚が似ていて、結構ね、その勉強はもう嫌だな、嫌だな、めんどくさい、やりたくないなって思ってる子でよくいるのが、こう、ゴールがね、分かってないんだよね。ここまでやろうって、闇雲に勉強しなきゃって思ってたら、どこまでやったらいいのっていう話になるじゃん。そしたらやる気出ないよね。だってどんなに頑張っても先進んでる感じしないんだから。ゴールに近づいてる感じがしないでしょ。で、じゃあ勉強のゴールって何って話になるじゃん、今度。例えば受験だったら受験合格がその一個のゴール。まあ受験合格がゴールだとは全く思ってないけど、まあ一個のゴールっていう感覚にはなるよね。でもじゃあ定期テストの時どうするってなったら、定期テストの日が、その日を迎えるのがゴールなのかって言ったらそうじゃなくって、じゃあ今回のテストでこうなりたい、この順位を取りたい、あいつに勝ちたい、何点取りたい、ないってわかんないよ。わかんないけど、目標をちゃんと決める。で、その目標を掲げるときに、例えばさ、じゃあ今まで100人ね、学年100人のうちで75位だったと。で、ひとまず自分の中では70ね、そう謙虚なこと言うか、あんまり自信がない子だったらさ、いきなり30位とか20位って言えないでしょ。75位だったのに。で、心の中では、まあ、ひとまず前より上がりたいなって、もうちょっと一歩頑張って、じゃあ70位、まあ60位行きたいな、みたいな。っていう感じだする。でもそれを書いたら、塾の先生、親とかに、はぁって、もっと高い目標持てよ、みたいな。言われるだろうな。じゃあ、ひとまず40位って書いておこうかな、みたいな。その目標は目標じゃないから。全然自分の心がついてきてないんでしょ、そんなの。もちろん、前よりいい順位っていうのは、個人的にはあんま好きじゃないです。そう。ちょっと弱い気持ちとしては。できれば、そこをぐっと踏ん張って、自分の中で踏ん張れる範囲で、だ今回で言うんだったら、個人的には半分行きたいなとか。まあ、60行きたいなとか、得点だったら、まあ、75位だったらきっと、まあ、平均いってないからさ、200点とかなのかな ?500 点中。わかんないけど。じゃあ、250点みたいな。わかんないけどさ。で、それをちゃんと自分が、そこまでは取りたいなと思うところを決める。それがすごく大事。じゃあ、決めましたと。じゃあ、今回どうしようか。250点にしようか。順位だとね、どうしても周りとのさ、周りがいい悪いが出てきちゃうんで、得点でいこうか。
250点にした時に、じゃあ250点取るために何の科目で何点取るっていうのをちゃんと考える。全部50点とかじゃないの。 50×5 じゃない。なぜなら得意不得意があるんだから、みんなには。いい？で、例えば何の科目で60点、何の科目で30点とか分かんないけど、決めましたと。じゃあそれを取るために何をやんなきゃいけないのって。テストまであと2週間あるとします。じゃあ2週間あったら、2週間後にここまで勉強するために、じゃあ今週何しなきゃいけないのかなって。じゃあ今週ここ終わらせるために、じゃあ今日何しなきゃいけないのかなってでやっていくの。そしたらゴールが最後、とてもテストが最後がゴールだとした時に、中間地点がいっぱいできるわけ。今日はここまで行かなきゃ、この中間地点まで行かなきゃダメだよねっていう。で、これはやったことない方とか、今までそれがうまくいかなかった方にとっては苦しいんだよ、これ目標立てるって。苦しいんだけど、闇雲に勉強するよりは絶対にいいから、効果も出るし、と思ってる。で、まあ、やる気スイッチの話に戻るけど、それでやる気が出るのかって言ったら、それを目標立てることで、やる気なんかすぐ出ないよ。燃えてきたみたいな。絶対ない、そんな変化は。しない。目標立てたところで、はぁ、やだなぁ。でも今日ここまでやんなきゃなって決めたから、ここまでやろっかなぐらいでいいの、気持ちとしては。じゃあやる気どうやって出るって。自分で計画を立てる。それを実行する。そして得点が上がるって、ここまでセットになったらやる気が出るんだよ。基本的には。頑張ってよかったって。その経験が大事なの。で、その先に、例えば褒められるとか、親とか先生の褒められる。あと、もしかしたら、おい、なんか買ってもらえるっていうご褒美系ね。あるかもしれないでしょ？今までうまくいかなかったのに、急にモチベーション上げるっていうのはなかなかしんどい。大人でもなかなか難しいよ。だから、ひとまず、今、ね、勉強でうまくいかないと、部活でうまくいかない、頑張ってきたけどうまくいったことがないっていう方でも、じゃあやり方を変える必要があるかもしれないけど、まずは決めたことをやるの。2週間だったら2週間サボらずやる。やりきることが大事なんだって。どっかで手を抜かないっていう。抜いたら後悔するから、そこで予定も崩れるしね。で、それをやりきったから絶対成果が出るわけじゃないんだよ。それは当然出るかわからないけど、でも何かしらのプラスは出てくるはずなので、それの積み重ねなんだって。例えばさ、みんなの周りでさ、あんま勉強してないのにさ、得点取るやつっているでしょ。学年の上の方で全然勉強してないとかさ、たまに授業中寝てるのに得点取れるやつとかいるのね。で、その子たちってもちろん生まれ持ったものが多少いいかもしんないけど、何が違うって、自分で家でそこそこやったらここまで取れるって分かってるんだよね。計画多分ある程度分かる、自分の感覚が。だからここまで勉強しとこう、そしたら何点ぐらい取れるっしょみたいな。そう。だから目標立ててんだよね。目標っていうか、中間地点が決まってるの、その子たちは。だから強いんだよね。で、自信もあるし、自分の勉強してることに。絶対取れるから大丈夫っしょ、みたいな。そう。で、やっぱそこまで行くには経験が大事。そのね、できたって、うまくいったっていう経験がすごく大事になってくるので、今ね、やる気が出ないって苦しんでる方、ね、即効性のあるアドバイスじゃなくて、本当に申し訳ないけど、そうやって計画を立てる。立てたことをちゃんとやるっていう。ところをね、ぜひやってみてください。これ前にも話してるんでね、ちょっと重複しちゃって申し訳ないんだけど、まあ、そんなことを伝えたくて、今回ね、そのテーマで話しました。待って、今何分だ？はい、やばいね。行きましょうか。で、まずどっちから行こうかな。四つ子から行っていい？四つ子ね、前動画一回撮ってる、休み時間の動画撮って見てくれた方ね、いらっしゃるかもしれないんですけど、四つ子の調子がめっちゃ悪いです。俺、説明書通りやってるんですけど、植えて3日目か4日目に芽が2本出たんですよ。で、おお調子いいじゃん調子いいじゃんって思ってたんだけど、出ない、そっから2本しか、どうしよう。で、実はね、この4つ子自分で取ったやつと、あとね、同じキットをね、うちの奥さんが一応作ってて、同じ日、ちょっと前にかな、作ってて、で、そっちめっちゃうまくいってるっていうか、そっちの方が芽が出てんだよね。でも自分はこの4つ子でやるって一応決めたから、この2本の芽がね、まあこの2本の芽でちょっと今回動画撮ろうと思ってるけど、近いうちに。ごめん、企画倒れになるかもしれない。もう本当に申し訳ないんだけど、すごいショック。でもまあ2本ね、頑張って今すくすく育とうとしてるとこだから、ちょっとこの子たちをめでて頑張っていきます。はい。で、次どうしよっかな。キャスに行こっか。ツイキャス、ね、知ってる方とか、自分のキャスをね、見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですが、最近キャスちょっと多くやってて、ポコポコね、やってるんですよ。で、まあ、見たことある方はわかると思うんですけど、多分ね、こう YouTube で知ってるハイジのイメージと若干違うんですよね。
で、それをね、結構ひねくれた感じで言ってくる方がたまにいらっしゃるので、一応ここで一言というか言っておきたいんですけど、まあ自分別に、勉強動画を撮ってるから結構真面目なイメージを持たれるんですね。勉強が好きとか、勉強ができたとか、真面目とかね、硬いとかって言われるんですけど、多分ね、そこを全部崩しちゃって大丈夫です、イメージ。もともとあんまり勉強できるタイプね、前話したけど、高校の時なんてね、高2の冬にさ、偏差値30代取ってたような男だし、中学の時も通知表で2をね、取ったことある人間だし、そんなにできるタイプじゃないわけ。もともとできないっていうところから始まってるので、そう。で、別に高校、まあ中学の時はね、いじめ受けてたからさ、もう真面目とかそういう話じゃなかったけど、高校の時はさ、うん、まあそうだね。結構校則厳しい高校だったけど、普通に夏休み髪染めて遊び行ったりとか、そういうのを普通にしてた。そこそこね、別にヤンキーだとは全然自分では思わないですけど、まあ普通にそれなりに遊んでたタイプだったので、真面目だとはさらさら思わないわけ。ただ曲がったことは嫌いだなっていうところはありますけど、個人的には。で、何かっていうと、キャスでね、結構まあキャスは、自分のキャスっていうのはコメントもらって、で、こうそれに返していってっていう、まあコメント全部できる限り読むっていうスタイルでやってるんですけど、まあ相談だったら相談に答えるしね。で、まあその時の流れによってさ、来てくれるメンバーによって、で、いつも来てくれるメンツも大体そう、その決まるからさ、こう下ネタの話も行く時もあるわけ別に。で、それを、うわ、俺下ネタ無理です、みたいな。そういうタイプじゃ全然ないんで、普通にそういう話もするの。言われたら返すし、全然。ただ自分から下ネタを振るのは好きじゃないので、そういうことはしないですけど。で、それをね、多分ね、見た人がね、結構ね、ネットとかいろいろ書いてたりするわけ。そうそうそう。あいつ、真面目ぶってけど、実はこんな、卑劣なやつなんだぜ、みたいなのがたまにあるんですよ。見たことある方いるかもしんないですけど。別にさ、まあそれは普通だよっていうところを、あえて言うことじゃなかったんだけど、ちょっと今年入ってからね、ちょこちょこそれを見かけるので、まあ、あえてちょっと言わせてもらいました。すいません。まあまあまあ、普通の男っす。はい。だから別に、こういう話 NG ってのはさらさらないし、まあ変な話もするしっていうね、変なことも、まあセリフキャストとかもやったことあるからさ、まあそういうやつなんだよ。ね。それで幻滅するんだったら幻滅してもらって構わないんですけど、まあそれがハイチっていう男なので、そこはご理解いただけたら嬉しいです。で、ラスト、生放送ですね。もうちょっとで200回にダラダラジオになるんですが、まあ、生放送のリクエストがすごく多くてですね、ちょっとやりたいなと思ってるんですよ。ただ、今使ってる自分のパソコンがですね、だいぶネットがちょっと弱いというか、結構生放送やったら切れる可能性があるの途中で。で、最近、携帯スマホから今生放送 YouTube できるんですよね。自分知らなくって、それを詳しく。で、それをできたらちょっとやりたいなと、どっかのタイミングで。で、まあ、どんな仕様なのかまだやったことないんでわからないから、今週どっかのタイミングで、多分テストでやると思うんですよ。あ、多分告知しないからね。事前告知なしでいきなりやると思うの。で、もちろんすぐ切っちゃうんだけど、で、そのアーカイブとかを残さないように気をつけるんですが、いかんせんちょっと使い方が全くわからないので、もしかしたら今週この勉強チャンネルで変な動画が上がってるかもしれないの。自分が顔でなんかもごもご喋ったりとか、え、これ繋がってる？これ何？みたいな。言ってる動画が上がるかもしんないんだけど、あ、これ生放送のテストでテンパってんだなって思ってもらっていい？そこをね、ごめん、よろしくお願いします。といった感じです。はい。ではちょっとね、長くなってしまいましたが、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では次回ね、また何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方もぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。